はい、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ、そうですね、患者さんの声っていうことでちょっとお話をお伺いさせてほしいんですけれども、まずここに来る前はどういうお悩みがありましたでしょうか。まず腰がかなり痛くて、はい、起きるのにも苦労して、なかなか、まあ、痛くて辛い、はい、かなり辛いといった状況でした。なるほどなるほど。どの辺が痛かったんですか。腰の、腰全般と特に右のお腹ぐらいですかね。その辺がかなり痛かったです。なるほどですね。でそれ、まあ、痛めてどういう治療を受けに行ったんですか。まず地元の整骨院で、はい、処置していただきまして、はいはい、それでもちょっと、まあ、治らなかったんで、その後、まあ、2件ほど整形外科受診といった形ですね。なるほど、はい、なるほど。でどういう形の治療というか、整形と整骨院ですかね。まず整骨は温めて電気貼って、はい、でまあ、そこの一部分を、うん、まあ、指圧というか押していただくと。なるほど。で、まあ、それでもダメだったんで、はい、整形の方は牽引と牽引、はい、いった形でした。なるほど、はい、それを受けてどうでしたか。腰痛というか痛みが、まあ、ひどくなりました、はい、どういう状態で悪化したんですか。そこをちょっと、はい、まず、まあ、これはたまたまかと思うんですけど、はい、まあ、レントゲンというか取って、はいはい、骨の間隔が狭くなってるのにいい治療ということでね、整形の方は選択していただいたと思うんですけ ど、 なるほど。でそれで、まあ、引っ張ったら、まあ、結果的に言いますと余計に痛くなって、うんうん、なおかつ、まあ、体がひょこっと、はい、自分でも分かるように、はいはいはい、かなりいびつに歪んだと、あ、曲がってるといった形でしたね、はい、そうですね。最初来た時こんなになってましたもんね。ひょっこりはみたいな、はいはい、すごかったですよね、はい、なるほど、はい、なんかレントゲンでこう狭くなってるからそれを引っ張りましょうってことですよね。そうですね。だから良かれと思ってやっていただいたとは思うんですけど、私の場合は結果的には余計にちょっと、まあ、悪化したということですね。そうですね。で結構ひどい状態の中うちに来られたってことですもんね。そうですね。すがる思いで。すがる思いで、はい、そうですよね、はい、何かこうここに来るきっかけみたいなのって、きっかけは、はい、とりあえず早くこの痛みから、はい、まあ、改善ね、はい、とかというところで、うん、私の場合は、まあ、ネットとかホームページで探させていただいて、なるほど。でそれでこちらでお世話になることになりました。なるほど、はい、ありがとうございます。なんか YouTube も見ていただけたということで、あ、 YouTube も適宜、はい、というか参考にさせていただいて、ちょいちょいと見てくれたってことですか。はい、わかりました。で実際、まあ、問いにこう来ていただいて、はい、まあ、最初ね、こう問診でお話聞いたりだとか、あと、はい、治療の説明とかっていうのはどうでしたか。はい、いや、初めは、まあ、正直なところ、はい、まあ、どうなんかと、うんうんうん、まあ、初めてなのでね、そうそう、不安なこともあったんですけど、はい、まず1回目に、まあ、きちんと説明していただいて、ボードでね、ボードで、はいはい、説明していただいて、で、まあ、まあ、1回では治らないけど、はい、まあ、こういうふうにやっていくと。で、うんうん、まあ、これは可能な限り、まあ、可能性として低いけど、はい、治らない、まあ、まれにね、うんうんうん、場合はこうですっていうのをはっきりとね、あ、なるほど、初めに言っていただいたので、なるほど、なるほど、まあ、それで私の場合は、うんうん、こちらでお世話になるのは、うんうん、治る、まあ、道筋かなと、信頼できると、なるほど、で私の場合は行きました。なるほど、はい、要はこう治療する前の説明で、そうです ね、はい、岩田さんが治るか治らないかをちゃんと言ってくれたっていうのが結構ポイントだったって感じですね。はい、そうですね、はい、なるほど、うん、で実際施術ね、治療もさせてもらったんですけど、それはどんな感じでした。いや、初め以降ですね、はい、はい、まあ、徐々にね、うんうんうん、初めはまあ起きるのもこう苦労して、はいはい、起きる感じ、そうそう、正直そうだって、です、ね、体も曲がらない、はい、で歩くのも大変な分が、はい、まあ、回数を追うごとに痛みもまあ緩和して、はい、
で、まあ、今ではおかげさまで歩けるようにというか、まあ、痛みも、まあ、はい、重さは若干残りますけど、うん、あの日常生活で差し支えないようになりましたね、うん、なるほど、うん、まあ、だいぶ正常に近い状態というか、はい、這いつくばることはない感じですか、ね、うん、あ、それはおかげさまで、はい、ないですね、わかりました、はい、まあ、ここへ来ていただいて、まあ、他のとことのなんか違いっていうのってありましたか？まあ、私の場合整体が初めてだったんですけど、はい、まあ、違い、私が今まで経験した中の違いは、はい、まあ、まずあのじっくりとね、あのまあ、その人その人に、まあ、はい、あったあの治療をですね、なるほど、こう押したりとか、はいはい、こう伸ばしたりとか、そういうふうな、うん、あのをやっていただくっていうのが、うん、まあ、今までとの違いだと思いますね、はい、なるほど、はい、まあ、人によって治療が違うっていう形ですよね、その人に合った治療をやってたってことですね、はい、そうですね、はい、なるほど、わかりました、うん、じゃあ、まあ、最後にですね、まあ、これを多分見ていただいている人も結構いてると思うので、はい、まだ岩田さんからこう何か一言アドバイスとか、まあ、メッセージっていうのがあればお願いします。はい、まあ、あの痛、まあ、本当に痛い時にあのこちらに来て、まあ、実際、まあ、私の場合は改善されて、うん、日常生活戻れたので、はい、まあ、本当にこう痛くてあのちょっとまあ悩んでる方は、はい、まあ、一度ねあのこちらにお世話になれば、まあ、あの何かしらね、いい方向に向かうんじゃないかなと思いますので、うん、まあ、はい、言っていただければなと思いますね、わかりました、はい、ありがとうございます。まあひどくなる前にというか、はい、まあ、這いつくばってでも来た方がいいっていう形ですね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、そしたら本日はありがとうございました。こちらこそ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。